世界が僕は心底嫌いなんだ。ああこの時を味わうなら僕がいる意味って何ですか。もしも僕の声が届いているなら僕の声を聞いてくれてるなら、ただ一つ伝えたいことがある。だから世界に僕は全てを捧げたよ。ああ赤ら口生きてゆくなら生まれてしまったことには重く分けるように思う。